検診で尿酸が高いと言われて放置していませんか？尿酸値が高いと痛風になるって聞いたことがある方多いのではないでしょうか。痛風って風が吹いても痛いというくらいめちゃくちゃ痛い病気です。実は尿酸が高すぎると痛風以外にも体に悪い影響が出てきます。尿酸値を下げ痛風発作を予防したい方におすすめの習慣について分かりやすく説明します。では始めていきましょう。痛風発作だけじゃない、尿酸値が高いと困ることは。糖尿病の管理にも尿酸を下げるにも役立つ習慣は。分かっていてもやめられない、あれはやっぱり減らした方が良い。逆に増やした方が良い栄養素は。有酸素運動と筋トレ、尿酸値を下げるならどっちの順にお話しします。尿酸値が高いとなぜ困るかと聞かれてまず思い浮かぶのは関節が痛くなる痛風関節炎の発作ではないでしょうか。尿酸値が高すぎると尿酸が結晶になってしまい関節などにたまることがあります。これが起こると関節は腫れ上がったり激しい痛みが出たりします。この痛みはとても強いので歩けなくなることもあるほどです。痛風といえば思いつくのはまずこのような痛風関節炎の発作ですよね。これだけでもかなり困るのですが、実は他にも困ることがあります。尿酸が多すぎると腎臓にも負担がかかることがあるんです。これを痛風腎と呼びます。知らない間に腎臓がうまく働かなくなることがあります。腎不全という状態になることもあり命にも関わります。かなり困りますよね。そもそも尿酸って何なのかも説明しますね。尿酸はプリン体という物質が代謝されてできます。プリン体は尿酸の元になる物質なので悪者のように思われているかもしれませんが、プリン体は実は私たちにとって大切な遺伝物質である DNA や RNA の部品なんです。プリン体が含まれる食べ物や飲み物を摂取することで体に入ってきます。プリン体を摂取しなければ遺伝物質を作れないので困ってしまうことになりそうですよね。そうならないための仕組みが体には備わっています。プリン体は大切な遺伝物質の部品なので、たとえ食べなくても体の中で作ることができるようになっています。食べたり作ったりしたプリン体はそのまま捨てられるのではなく、代謝されて尿酸に変わっておしっこの中に捨てられます。尿酸が血の中にどれくらいあるのかは、何をどれくらい摂取しているか、体の中でどれくらい作られているか、おしっこの中にどれくらい出されているかなどが関係しています。通常は尿酸は濃くなりすぎないようにうまく調整されています。しかし食べすぎ、作りすぎ、おしっこの中にうまく捨てられないなどが原因で血の中の尿酸が濃くなりすぎることがあり、そうなると最初に説明した痛風関節炎の発作や痛風腎など困ることが起こってしまうんです。このチャプターのまとめです。プリン体が代謝されてできる尿酸が血の中で濃くなりすぎると痛風関節炎や痛風腎といった困ることが出てきます。尿酸を下げるためにまずおすすめしたいのは肥満を解消すること、適正体重を維持することです。肥満があると尿酸値が高くなることが分かっています。まだ肥満になっていないという方は今のまま肥満にならないよう体重を維持することがこれから尿酸値を上げないために大切です。ではすでに肥満になっている場合はどうでしょうか。肥満がある場合、緩やかに体重を落としていくのが尿酸を下げるのに役立つ可能性があります。1年間に落とす体重を 3% 未満にする方が良いようです。急激に体重が減少すると体が急いでエネルギーを作るために脂肪が大量に分解されます。
その時にケトン体という代謝産物ができますが、ケトン体が大量にあると、それを尿の中に出すために尿酸が代わりに体に残ってしまうからです。ですので、尿酸値を安全に下げるためには、緩やかな体重減少で尿酸値を下げていくのがおすすめです。体重を減らすには、摂取エネルギーを減らすのがおすすめです。食べ過ぎている場合は減らしてみてください。肥満があると血糖値も上がりやすくなります。血糖値も高いし尿酸値も高いという人には体重の管理、食事の総エネルギー量を減らすことはとても重要ですね。このチャプターのまとめです。適正体重を保つことや肥満を解消することが尿酸を下げるのに役立ちます。次におすすめする習慣はアルコールの摂取を減らすことです。アルコール摂取量が増えると尿酸値が高くなったり、痛風の頻度が増加したりすることが分かっています。アルコールの量を減らすのがおすすめです。アルコールはプリン体があってもなくても尿酸値を高くしてしまいます。ビールは糖質も多く含んでいます。アルコール自体にもエネルギーがあり、糖質にもエネルギーがあるので、両方を足し合わせるとかなりの高エネルギーの飲み物なので、頻繁に飲んでいると体重の管理も難しくなります。お酒を飲みすぎることは血糖値の管理を難しくします。ですのでお酒を減らすことは尿酸値や痛風の管理だけでなく、糖尿病の管理にも役立ちます。お酒は比較的少ない量でも飲んだ分だけ痛風発作が増えるというデータがあります。ただ全く飲まないというのは難しい方が多いと思います。糖尿病の管理には1日日本酒なら1合くらいまで、ビールなら 500ml くらいまでが良いことが分かっています。ですのでまずはそれくらいを目標にしてみるのが良いかもしれません。このチャプターのまとめです。尿酸値が高いならアルコールを控えるのをお勧めします。痛風の発作を減らすには体重、摂取エネルギー、お酒など何かを減らすのが良いというのは分かりました。減らすばっかりなの？増やした方が良いものはないの？と思いますよね。増やす方もあるので説明します。増やした方が良いもの、それはビタミン C、 食物繊維、葉酸を多く含む食品です。すごく単純にお伝えするなら果物や野菜ですね。けど果物や野菜を摂るなら総エネルギーは増えるし、その中にもプリン体も含まれるものがあるので心配ですよね。果物や野菜を摂るときにプリン体やタンパク質などの尿酸の材料となる物質も摂取してしまうのですが、これは特に気にしなくても良いことが分かっています。ただ総エネルギーを増やすと体重管理が難しくなるので、果物や野菜を摂る代わりにお酒や糖質などを減らすのがおすすめです。このチャプターのまとめです。ビタミン C、 食物繊維、葉酸を多く含む野菜や果物を摂るのを増やすのがおすすめです。最後に運動について説明しておきます。運動には軽いものでもたくさんのメリットがあります。例えば体重管理や血糖管理にもとても役立ちます。血糖値を下げるには有酸素運動も筋トレもどちらも有効で、特に両方の組み合わせがおすすめですが、尿酸を下げるという場合はちょっと違います。尿酸を下げる場合には筋トレより有酸素運動が良いようです。筋トレのメリットはとても大きいのですが、尿酸を特に下げたい場合には有酸素運動を優先してみましょう。有酸素運動は隣の人と会話しながらできるくらいの強さの運動です。歩くなら早歩き、走るならゆっくりという感じですね。このチャプターのまとめです。尿酸を下げるために有酸素運動を増やすのがおすすめです。まとめです。プリン体が代謝されてできる尿酸が血の中で濃くなりすぎると、痛風関節炎や痛風疹といった困ることが出てきます。適正体重を保つことや肥満を解消することが尿酸を下げるのに役立ちます。尿酸値が高いならアルコールを控えるのをお勧めします。ビタミン C、 食物繊維、
葉酸を多く含む野菜や果物の摂取を増やすのがおすすめです。尿酸を下げるために有酸素運動を増やすのがおすすめです。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。